このチャンネルではイギリスより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、皆さんお疲れ様です。お元気ですか？今日はですね、先日マムトアという観光スポットに家族で日帰り旅行に行ってきたので、その時の模様を、シェアしたいと思います。後半にですね、夕食の、シーンとレシピもつけておりますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。はい、こちらはですね、道中で寄りましたマクドナルドですね。変な時間に出発したのでお腹が空いてしまって途中で寄ったんですけど、私はマックプラントを頼んでみたんですが、それでサイドはチップスではなく、このサラダとかサラダっていう感じで、めちゃくちゃヘルシーなメニューでした。マックプラントの方はね、あんまり美味しくなかったです。はい、そしてこちらがですね、ピークディストリクトといいまして、ナショナル国立公園なんですね、ここ全体が。そしてイギリスの中ではこう、なんていうのかな、谷、山が結構見える珍しい場所で、全体的に高い山とかがないイギリスなので、私たちが結構丘とかちょっと山っぽい感じの雰囲気を味わいたいときはここに来るんですけれども、ダービーシャーにありまして、我が家からだいたい1時間ちょっとぐらいで着きますね。はい、でここに1時間ちょっとで着けるのはとってもラッキーだと思います。そしてね、皆さんこうやってハイキングギアをちゃんと身につけて、で山登りをしていますね。で私たち結構カジュアルで、いつももう木のままで来るので、一番高いところまでまだ登ったことがないんですけど、今度来た時にはちゃんとハイキングとか山登りのギアをちゃんとね用意して、リュックの中にちゃんとチョコレートとか用意して、ちゃんと上まで登ってみようねっていう話をしていたんですけれどもね。でちょうどこのこう羊が生まれるシーズンで、もうすごい可愛くて目が離せなくなってしまいました。でこの親子ですね、このお母さん一心不乱に草を食べて、で子供たちを押しのけて、もう食べるのに必死です。ごいドキなっていう感じでね、面白かったので撮ってきました。途中で結構ブチギレして、子供たちが近づいたら蹴ったりするんです、このお母さんまあだから多分母乳をまだ出してる時期なのか、食べないと母乳ができないから、なんかほらほらすごくないですかあ、恐ろしいと思いながら、そうでもこう羊たちはなんかそれでもお母さんお母さんってついていくんですよね。最近ですね、もう年を取ったのか、こう子羊とか小鳥とかカルガモの親子とか見るとすごい見ちゃうんです、可愛くて。はい、奥の方に見えているのが多分一番高い山で、よーく目を凝らすとね、人がこうパスを登っているのが見えるんですけど、で私たちが今この撮影している場所は割と低い山なんですね。でもこれはもう登った後の状態で、てっぺんから撮影してるんですけど、ここでもかなり高いんですよ。岩の突き出たところとかに座るとすごい景色が見えるんですけど、やっぱりですね、写真だと伝わりにくいですよね。そうで、ビデオでもね、本当に伝わりにくい、ものすごい高いんです、これでも。そしてね、一望できる、天気がいいと景色を一望できるんですね。パノラマビューなんです。360度景色が楽しめて、ここに来ると本当に魂が現れるというか、気持ちがすっきりするので、ここにはもう年間何度も来ますね。結構冬でも来るかも。寒い時もドライブしに来たりとか、気持ちがすごくここに来ると爽やかになって、で子供たちがちっちゃい時にはおにぎりとかをちゃんと作って、あんな重い水筒とかお弁当箱とかを担いで登って、でここでシートを敷いて食べて帰るっていうことをよくしてたんですけど、もうね、朝それの用意をしちゃうと疲れちゃって、山登りするエネルギーがなくなっちゃうので、最近はもう気軽にね、手ぶらで来て、ドリンクだけ持ってきて、で行きか帰りにどっか寄って食べるみたいな感じですかね。でこの辺の特徴はですね、この山の下のところが洞窟になってるんですね。なので洞窟ツアーとかもあって、でその中に船みたいなのがあって、それに乗りながら洞窟ツアーができるような場所もあります。そしてね、このピークディストリクトの近くにはいろいろ立ち寄れる街もありまして、
あとベイクウェルとかも近いし、あの日本人がよく来るような観光スポットも周りに結構あるので、ダービーシャーの田舎の方はね、本当にあの一度来てみるといいかもしれないですね。Super duper. And this is that legendary salmon. Oh, karai, but very authentic tasting. Fresh, isn't it? Yeah. Oh, it's got a kick there. Woohoo, at the end. This sambal is very sweet at the beginning and it's lovely, and then at the end this insane chili comes through. It's incredible. That's spicy then. I don't really want it. Only one way to find out. Is this it? Sambal? Yeah. Yeah. Oh, it's already on. She put some sambal on already. Alright, that's fine. And then it comes.
feel like that. Then come. I don't think I ate enough to get what your reaction was. I feel like a whole. No, it's good. It's really good. Kicking now. Brilliant. Thanks, mate. Brilliant. Super. So with the speech thing. Yes. It's easy. Already got voice for your bonfire. What? Man. It's a very powerful line, isn't it? Yeah, it's really intense line. Very limey. Oh, that's Copsis. What the fuck is going on? Itadakimasu. How easy? It's really good, I think. And the sambal has a real kick. Oh. はい、ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日はピークディストリクトに行った時の模様とナシゴレンの作り方をお送りしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。